はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回は帝国の決断法パワープキット PS 版日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ミッドウェイ、この攻防で、奪ったミッドウェイの防衛を行ったというところまでお届けしたと思います。今週末ですね、このゲーム上の話の今週末、ミッドウェイを守りきれれば一応目標達成ということで、今お金が全然ないんですが、まあ、お金がね少し入ってくるというところになりますので、まずそこを目標にやっていきましょうと。で、内政関係は一通り、やってありますというところで、あとはですね、ハワイ攻略を睨んでこちらにスパイをね送り込んでおきましょう。ではこれでターンを進めましょう。まずはお金をゲットしないと厳しいので、で石油の修理に対して技術の供与を受けるという見返りを受けています。潜水艦が上がってきましたね。数としてはそれなりに数が上がってきています。で航空水上レーダーが新たに開発可能になっているということなので、これもね開発できればしていきたいなというところですね。臨時予算6000か、もうちょっと欲しかったけど、やっぱりハワイ攻略ほどのボーナスは入ってこないですね。井ノ口さんが大佐に昇進です。吉川が中佐。やっぱりね召喚クラスに上がってくれないとね、大佐中佐だとなかなか使い勝手が難しいところにはなります。帝徳の、ね、能力とか階級のエディターもついているのでできるんですけども、ここはもう純粋に頑張ってもらいましょう。さあ大本営から目標ハワイかインドかというところですが、もちろんハワイを先に攻略しましょう。そのためにここまで準備を、入念に入念に丹念に丹念に進めてきてますからね。では艦隊を動かしましょう。まずは、空母艦隊ですね。これ第10艦隊になりますけども、この空母艦隊ようやくほぼほぼ動けるかな。井上さんの乗ってる蒼龍がまだ小破か、ただもうここはこれ以上は我慢ができないというところなので、もう今回出撃をさせていきましょう。もちろん一ターンで攻略できるというふうには思ってはいないというところもありますからね。第9艦隊は完全に回復したね、戦艦部隊で。第16艦隊は、ちょっと再編して送り込み、第2艦隊は再編して送り込みましょう。なのでまずは、第9艦隊ね、完全に治りきっている第9艦隊をミッドウェイ進出させます。で第1艦隊の方は損傷している艦艇を除いておきましょう。これで一応ね、関数としては14にはなりましたけども、戦艦1、従順3、軽順2、駆逐8という、14隻からなる第2艦隊が動かせる状態、戦える状態といった方がいいかな、なりましたね。じゃあ早速動かしていきます。これもまずはミッドウェイ入れちゃいましょう。ちょっと待ってね、ミッドウェイからハワイってどうなってる？今ミッドウェイまで2週間かかるんですが、ハワイまで行くと3週間だったら、まあ一旦ミッドウェイで止めおきましょうか。
こんなところですかね。第10艦隊がしっかりと南太平洋に到着するのが1週間後、そこからさらにハワイ攻略で1週間というところですね。じゃあまずは手始めに第15艦隊をね送り込んでおきましょう。7個艦隊が入ってるって言ってたね。今7個艦隊が入ってるんだったら無駄にちょっと戦力使うのはやだな。やっぱり動かすのをやめよう。3週間どうせかかるって言ってるんだったら、艦隊編成新規編成でできる。ちょっと待ってね、9隻でしょ、損傷艦が1隻、戦艦1隻だけか。だったらここに一応ね移動用という形にはなるんですけども、未配備艦扱いになっているモガミはじめいくつかの艦艇を入れちゃいましょう。潜水艦も入ってるしね。でさらにこれを分けましょう。勝破してる金剛を外して、これでこの第6艦隊を ミッドウェイまで2週間で到着するもんね。同じ2週間。ここのトラックからミッドウェイまで2週間と、日本からも2週間なんで、同じ2週間後にミッドウェイに到着できるんで、ミッドウェイで、艦隊の再編を行いましょうということになりますね。なので、このミッドウェイに入っている、この潜水艦隊ですね、これ投入をやめましょう。下手に投入して戦力を失うぐらいだったら一旦温存しましょうというところですね。なので2週間に分けてハワイ攻略を行っていくというイメージになりますと考えると、この第1艦隊ではない第10艦隊ね、これ南太平洋へ移す必要はなくなったので、攻略が2週間後、3週間後かなになったので、一旦ここでオーストラリアで完全回復を待ちましょうか。で合わせてこの第3第10艦隊ですけどね、16艦隊か、このあたりもしっかり再編しておきたいなという気はします。ではこれで時間を進めちゃいましょう。しっかりねここまで丹念にハワイ攻略の準備を進めてきているので、これが結実するように最後の爪の一手まで気を緩まずにやりましょう。で兵器開発は新兵器開発していきます。まずは甲板の装甲4000かかるのか、結構金かかるけど、まあやっておこう。もうお金があるときにやらないといつまでだってもできないというのもあるので、これはもうお金不足でできませんね。航空エンジンも残念ながらお金不足。あ、ギリギリいける。2000円だ。これはやろう。これでお金がなくなった。じゃあ、これで時間を進めます。この間にね、ミッドウェイに敵艦が攻めてこなければいいなぁと。南太平洋に来るか。防衛するのが第3艦隊ですね。まず第3艦隊は空母加賀。まあ加賀が入ってるだけマシかな。あとは駆逐艦従順ですね。でここはもう完全に揚陸艦なんで、あまり使い勝手は良くないんですが、どうする？出せないよね。空母だけ出したい気もするんで、一応出すか。ちょっと迂闊だったな。南太平洋に来るっていう想定がちょっとなかったので、まずは、揚陸艦7隻を撤退させないといけないね。早々に敵の空襲に遭う前に、あの揚陸艦はハワイ作戦の重要なキーになっているので、その揚陸艦は失いたくない。かといって空母加賀も失いたくないんですけどね。まずは今言ったように撤退ですね。
偵察はね、ハワイから来るということはマップでいう右側にいるのは間違いないので、一隻ずつしか逃がせない。ちょっとめんどくさいけど、これはとはいえしっかりやりましょう。この LST って入っているのが揚陸艦ですね。陸戦隊を積んでいる揚陸艦になります。この揚陸艦を逃がしていきましょう。まあ、陸戦隊をここで失うわけにはいかないということですね。揚陸艦は脆いので、当然敵の魚雷だったらもうすぐ沈むし、まあ雷撃機による魚雷攻撃を食らっても沈むし、爆撃でも沈むというところありますからね。ここはしっかり逃がします。で、基地がないのでもういる艦艇で逃げ切らなきゃいけないってことを考えると、まずは第16艦隊は移動でマップの左下の方へ逃げましょう。さあ、これでどうなるかですね。火が一隻だけなんで空撃ができるのが、まあ、基本は逃げの一手と考えていいと思います。なので今回はちょっとね、スピードは早めていっちゃいましょう。もうひたすら逃げるのが優先です。敵の艦隊見つけた。いや、あれは敵の航空機だね。消えていく方面を見ると画面の上の方にいそうですね。では我々も偵察機を上の方へと出していきます。第3艦隊もちょっとマップの下の方へと逃げていきましょう。発見したね、敵艦隊。艦隊の規模を確認しましょう。エンタープライズいるね。まず第16艦隊は確実に逃げて、まあ第3艦隊空母加賀からは空撃を一応仕掛けていきます。雨とか降ってきてくれるとすごく嬉しいんだけどね。まずい、敵航空機に揚陸艦が狙われている。逃げ切ってくれよ。沈んではいないね。このまま揚陸艦が逃げ切ってくれれば、まあ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 って感じかな。よし、味方の揚陸艦は完全に逃げ切ってくれたね。遭遇戦にだけならないように気をつけましょう。よし、ここで恵みの雨だ。敵の艦隊の動きがわからないからな、ちょっとうかつな動きができないですね。
はい、というわけでも完全に逃げ切りの作戦だったんですが、なんとか南太平洋を守りきりましたね。まあ一隻残念ながら駆逐艦、揚陸艦を失いましたけども、まあ、なんとかなんとかというところだと思います。失った揚陸艦はね、痛いんですが、まあここは、作戦に大きな影響はないと踏んで、ハワイ攻略作戦続行しましょう。で、いくつか開発が完了したということで、酸素魚雷は大きいかもね。結局これからね、ハワイ攻略作戦を行う上では攻撃力が上がりますからね。単純な、で、一式の立候ですね。ちょっと一式の立候をね、使う機会というのはほとんどないかなとは思うんですが、では今傷ついた、まあ実は加賀がね、さっきの南太平洋の防衛戦でダメージを受けてしまったというのがあったので、そこだけ戦力的にね、大きく痛いところではあります。しかも大破ですからね。まあ残念ですけど、まあ加賀を大破したまま出撃させるという選択肢はまあないので、撤退をね、行いたいというふうに思います。加賀は一旦戦線離脱です。じゃあね、その戦線離脱した加賀を、オーストラリアのドックに運び入れちゃいましょう。第3艦隊からももう一隻何かダメージ受けてる、確認します。第13艦隊に加賀が入っていて、第3艦隊から傷ついているのが何？あ、揚陸艦をここに入れちゃったんですね。なので、これは間違いですね。第13艦隊。これが傷ついているので、オーストラリア行きを命じます。で、まあ、逆にというとこなんですけども、第10艦隊がね、いよいよ復帰できると思います。なので、第10艦隊を一路、まずは南太平洋へ。で、さらに、他の艦艇たちも、続々とミッドウェイへと集結しつつあるというところだと思いますので、ミッドウェイで、敵艦を迎え撃つ、ハワイ攻略をする準備を行っていきましょう。では、その前に内戦を行っていきます。まずは物資援助ね。まあもうドイツもね、石油また日本送ってきやがったというふうに思うと思うんですけども、送れるものがないというところなので、ここはもうね、受け取ってもらいます。いらないと言われても、いやいや、受け取れという感じですね。航空レーダーを開発していきましょう。耐水レーダーもやっちゃおう。これでもお金すっからかん。で、一応ね、ハワイのね、方には、超活動入れられない。もう完璧ってこと？じゃあいいね。これで時間を進めます。お金がないんで何もできないっていうのがありますけどね。まあ、できればね、艦隊、あるいは航空機の増強、やっていきたいところではあるんですが。ちょっと待って、これさ、すごい意味わかんないことが起きている。なぜなら、我々は、ドイツに石油5000を援助しました。で、逆にドイツは我々に石油5000を援助しましたってことは何も変わってないよね。もうそれそうなるよな。よくわかるよ。気持ちは。では、今回こそハワイ攻略やっていきましょう。あれ、ミッドウェイに入っていない？入ってるね、5個艦隊。じゃあこの艦隊の再編から行います。先にこっちの方が分かりやすいから、こっちの再編からやる。第10艦隊が主力になるので、
第10艦隊の方をまずは、いじっていきます。揚陸艦をね、送り込みたいので揚陸艦を送り込みましょう。竜城も入れるでしょ。これでさ、空母としては何隻になってる？飛竜、蒼竜、こっから赤城になっちゃう。うん、揚陸艦になっちゃうね。となると、パッと見今、竜城型軽空母が2隻か、どっちか外してもいいよな。ってか、外さざるを得ないね。じゃあ、これでいこう。これで、第10艦隊は空母が4。っていう形になりましたね。で、第3艦隊と第16艦隊もガチャンコしちゃおう。まあ、どうせ大した数ではないんで。これでいいかな。で、第10艦隊を投入しますということになると思います。続いて、ミッドウェイ。こっちの艦隊の再編がね、結構頭を悩ますところだとは思います。戦艦部隊をまずは統廃合。潜水艦部隊も統廃合しなきゃいけないね。潜水艦がまだ届いていないのか。揚陸艦が1入ってるね。じゃあまず第1艦隊からいじりましょう。まず戦艦を移していきます。第一艦隊からいらないのをまず排除する。駆逐艦こんなにいらないからね、もう打撃部隊になってもらうんで。代わりに第九艦隊から戦艦を引き抜こう。これが第一艦隊ですね。戦艦6、空母1と。まあ、空母1っていうの微妙なので、ちょっと空母を、第9艦隊に移しちゃおう。もう空母1って取っておく必要ないので、ここはもう完全なる打撃部隊ということで、軽巡を入れて、これで第1艦隊確認すると、戦艦6、軽巡5、駆逐4、揚陸艦1という部隊になりましたね。第1艦隊、これも突撃艦攻部隊というような位置づけになると思います。で、第4艦隊、戦艦1残しといてもしょうがないので、第2艦隊と、これもガッチャンコします。今後、勝破してるけども、これは出そう。で、第2艦隊が、ごめんなさい、ちょっと興奮のあまり、マイクを、ちょんとしちゃいました。すいません。ちょっとお聞き苦しい点があると思います。はい、すいません。これで第2艦隊が、どこに入ったかというと、戦艦に従順が3、軽順が2、まあ、駆逐が8という形になりましたね。で、あとはここだよね。第9艦隊の処遇。これがちょっとなんともいかないな。第2艦隊に、まあ、1隻でも多くということで、軽巡を1隻引き抜きましょう。これでどうだ。で、今回投入するのが第1艦隊でしょ。うん。移動ですね。移動で第1艦隊を、さらにミッドウェイに、第2艦隊に送ります。基地へと赴いてもらう。で、こちらからは第10艦隊ですね。まあ一応第2波もありということで、一旦で終わるとは思わずに行きましょう。で、国政を忘れずにやりましょう。物資援助です。いやー、もう石油いらないからさ、そこのところをちょっとドイツの方も分かってほしいな。お金が欲しいよ。お金。技術援助は500ずつ入れておきます。で、兵器開発ですね。兵器開発は、型、軽巡、アガノ型をやっておきます。で、今回、鉄が2000、2万
お金が3000っていうところなんで、今回のを貯めて、で、次のターンで戦艦を作っていこうかなというふうに思います。じゃあ、時間を進めましょう。ハワイ攻略作戦。第1フェーズ、始めていきます。まあ、これでハワイが攻略できれば、もちろん閉めたもん。ラッキーというところなんでね。第1艦隊は上から突撃。第2艦隊も同じく突撃を行います。で、第10艦隊は空母と揚陸艦なんで、一番下から入って東南のハワイの基地2つを取りに行きましょう。日の出とともに出撃です。日の出で良かったのかっていう気がするな、今。まあ、しょうがない。雨が降っててくれれば勝機あり。降ってはいないね。降ってはいない。じゃあ、第2艦隊の指示から行いましょう。第2艦隊ですが、まずは攻撃ですね。敵の基地に向けて進撃しつつ、攻撃も敵の艦隊に向けます。で、第1艦隊は攻撃で、もう1個の艦隊がいるね。あっちの方へ向かいましょう。格好撃破の危機はありますが、ここはしょうがない。で、偵察機も飛ばしていきます。で、航空隊を飛ばしていきましょう。第1艦隊の揚陸艦はまだ射程に入ってないね。第10艦隊はもうちょっと接近しないといけない。じゃあ、これで進めていきます。ちょっと緊迫の戦いですね。ここは艦隊発見。いやー、そうそうたる戦いになりそうだね。とにかく何としてもこのハワイを取らないと。いきなり相当ダメージ出てるな、各艦艇。早いね、戦艦の大破が思ったより早い。陸戦隊が突入してます。第1艦隊はどうしている？第1艦隊もしっかり敵の攻撃に向かいましょう。陸戦隊は出れる。まだ出れないね。第10艦隊は航空隊の攻撃しっかりやろう。さらに上陸も行っていく。攻撃も合わせて行う。早いね。一個艦隊、敵の一個艦隊を撃破した。撃破したのが第二艦隊だね。よくやっている。第二艦隊はよくやっている。じゃあ第二艦隊から攻撃を行いましょう。敵基地の攻撃です。で、偵察機も飛ばします。増援がある可能性がありますからね。第10艦隊は空母にダメージが出てないのは大きいで、第2波、第3波と、航空戦隊を送り出していきます。戦艦移籍しなった。上陸部隊が壊滅したぞ。
地攻撃はどうなっている？上の方の基地攻撃ですね。第一艦隊が交戦している部隊は敵に空母がいるな。いるね、空母いるね。ちょっと数が多いかなと思いましたけど、やはり空母がいたな。ハワイ北側の基地は半分削りましたね。で、第10艦隊が攻撃しているマップ下側はどうなっている？ここも半分、まだ半分までいかないかな。そしたら第10艦隊は少し離れましょう。結局もう陸戦隊を送り込んだらね。しょうがないので、第2艦隊結構頑張ってくれてるね今回。そしたら第1艦隊の救援へ向かいましょう。まずは敵の艦隊、これを叩く。第1艦隊はもうちょっと踏ん張ってほしい。かなりダメージが出てますけど、まだまだ戦艦3隻残ってるし、クルーザー、つまり巡洋艦が残ってますからね。まだ敵を仕留められる。近距離での敵艦隊との撃ち合いになれば勝機はある。今かなり至近距離での戦いになってますね。第一艦隊が敵艦隊へ突入中です。第10艦隊は航空攻撃、もう一杯いける。あと敵の基地は一つ。第10艦隊はこれから夜になるので一旦洋上へ退避しましょう。よし、恵みの雨だ。もうちょっと早く欲しかったかな。では第1艦隊、第2艦隊と敵の東南側にある基地を狙いつつ、敵艦隊も撃破するということで南下を始めます。この夜のうちに敵艦隊をね撃滅しましょうということで、ここはライトを切り替えて積極攻撃へと移ります。よし、敵艦隊完全に破壊し尽くしたな。第2艦隊がすごくいい働きしてるね今回。さあ今のうちに敵基地攻撃を完遂する。攻撃目標はもちろん敵の残された飛行場ですね。本当はね上陸戦隊送りたいところだったんですけども、残念ながら陸戦隊は全滅したので敵基地の占領という形になりますね。破壊という形になりますね。そうか、なんかやたら展開早いなと思ったんですけど、スピード早いままでしょ。そうだね、まあうまく操作が追いついたんでよかったんですけど、まあむしろここからは早くてもいいよね。いや、一ターンでハワイ攻略が済んだのはでかいよ。敵の増援がやってくる前にハワイの攻略を済ませたいですので、
半分は削りましたかね、敵地ね。あとは敵の艦隊が残っていれば敵の艦隊の撃滅を行っていきます。よし、ハワイ取った。これ大きいな。さあ、味方の損傷状況を確認していきましょう。まあ、第一艦隊、ここからは戦艦が3隻、長門含む3隻、第一艦隊を失ってますね。また第二艦隊はね、まあ、ダメージは出ましたけども失った艦隊はなし。で、第10艦隊からもうダメージは出てますけども、揚陸艦以外は失っていないということで、まあ、戦艦3隻失ったのをどう見るかですが、一応大勝利と言っていいんじゃないかなというふうに思います。一方、アメリカ軍の方は第1、第2、第9と3個艦隊全滅させてますね。さらに、ここではどうだろう。第9艦隊、これ戦艦が8隻入ってますけど、8隻の戦艦全部撃破しましたね。おそらくなんですが、第一艦隊、味方の第一艦隊が交戦したのが、この第九艦隊だと思われます。なので、味方の方のダメージも大きかったのかな、というところですね。うわ、獲得功績むちゃくちゃみんな稼いだね、今回。宇垣さんとか安倍さんが中将に上がってくれると嬉しいかな。さあ、そしたらね、一旦作戦をインド洋方面と変えていければいいかな。はい、というわけでハワイ攻略戦、なんとかね1回で、やりきりました。応援ありがとうございます。なので次回以降はね、ちょっと攻撃攻略作戦域を、太平洋方面からインド洋方面へと変えていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。